はアキレス腱を伸ばす運動。はい、反対。修正値はすでにインプットしました。次行くぞ。集中しよう。ボールをよく見て。うっす。はーい、15分休憩でーす。なあ森村どうすりゃいいんだ。あ、気にしてるのあのこと。お、何気にしてるって。何かしたの？今森村があんな風になっちまってるのは俺があいつのことイラつくって言っちまったからなんだ。ひどい。それはデリカシーに欠けるね。森村さんにとっては 100% のダメージを与える言葉です。だよな。俺このままじゃすっきりしないっつうか、あいつに謝らないと。そうだね、その方がいいよ。で、どうするんですか？それは、あいつ俺を避けてるし。練習中にさりげなく謝っちゃえば？さりげなくって？例えば、ほら、ボールいたぞ！ああ、それからイラつくって言ってごめんな、とか。それ、謝ってることになるのかな？ついでに謝ろうなんてダメだ。そう？勢いって大事よ。うん、いいんじゃない？やってみるか。休憩時間終了。みんなもう一頑張るよ。コノハ、キャプテンに聞いたよ。昨日すごいことやったんだって。すごいって？車の前に飛び出した猫をあっという間に助けたんでしょ。あ、それはどんな風にやったの？知りたいな。どんなって？ちょっと見せてよ。ボールを猫だと思ってさ。え、でも草君、コノハにボール放ってみて。あ、おお、いいか、放るぞ。あ、それから、あ、草か。やっぱりちゃんと謝るべきじゃないのか。そうか、そうだよな。ならば1対1のシチュエーションを作ればいい。でそれ僕が言おうと。僕にいい考えがある。いい考え？うん、ここで待っててよ。僕が森村さんを誘導してくるから。誘導？彼女が来たら前に飛び出すんだ。でも俺を見たら逃げ出しちまう。大丈夫、おそらく森村さんはパニックを起こして立ちすくむはずだ。そこを逃さないで。おうよし。あ、猫ちゃん。猫の気持ちまでは読めなかった。うん、やはり僕の作戦の方が完璧ですね。なんでこれ？森村さんは木陰の道が好きだからです。統計学上のデータ分析によれば5分後に森村さんがここを通過する確率は 98.74%。 君は待っていればいいんです。だから俺を見たら逃げ出しちまうって。心配いりません。 99.98% の確率で森村さんの動きは固まります。来ましたよ。あらあら、このはっちゃん、いいとこであったわ。いいとこで。これ運ぶの手伝って。はい。おばちゃんは計算に入れてませんでした。フットボールフロンティアインターナショナルビジョン2アジア地区予選もいよいよ準決勝。日本代表稲妻ジャパンとタイ代表マハタイガーの試合が始まろうとしています。稲妻ジャパンか。よくぞここまで勝ち上がってこられたもんだな。何？最後に笑うのは俺たちだ。頑張れー、シュート決めろー。さあ間もなく試合開始です。マハタイガー対稲妻ジャパン、どんな戦いになるのか。今キックオフです。アインザッツ。今度は稲妻ジャパンが攻撃に出た。おかしい、どうして誰も止めに来ない。シドさんこっちです。変だ。あっ、わちゃー。なんという跳躍力だ。今タムだ。右サイドへと大きくパス出し、マハタイガのカウンターだ。決めてやる。わちゃー。こっちまずい。くれなんだよな。おっと、これは決まらなかった。伊吹ナイスセーブだ。よし、止めましたね。わっちゃマハタイガーのカウンターだ。来ましたか、近づけさせないよ。遅い。バーチャー。頑張るね。カウンターを狙ってるみたいですね。真鍋、美奈穂、一瞬で攻守が入れ替わるこの状況、ディフェンスのミスは命取りになる。任せてください。面白い。稲妻ジャパン対するマハタイガーのカウンター、白熱の攻防戦だ。どんなに攻めてもカウンターを食らってしまう。なんとか奴らの最終ラインを突破しなくては。ゴールを奪うのは神のタクトを高い精度で成功させるしかない。今の俺たちならできます。神のタクトファイアイリュージョン。テクトダウン。これだけ。はい。倒産。のディフェンスが。天馬、こっちだ。ボルテシモンキラーエルボー。これはウドムが止めた。神の拓とファイアーイリュージョンも得点に繋がらなかった。もう何やってんだよ。兄ちゃんが決めて。おっと、瞬きがボールを奪った。とにかくゴールを決めなきゃ何も始まらない。今だ。アタックかかったな。デスサイズリアル。何、いけ。これは瞬きが焦ったか。カウンター攻撃の網にかかってしまった。ディフェンスを固めろ。ディフェンスドキだ。楽勝だね。逃がさねえ。無駄だよ。くそ。タムカ。このパターンで来ましたか。予想より早い。間に合わないか。来い。はい。アイボリークラッシュ。そっちだと。先制点はマッハタイガーだ。相手の動きが読み切れなかった。僕の計算が狂うなんて。稲妻ジャパン、森村の反応の遅れが響き、ディフェンスが乱れてしまった。果たして修正できるのか。どうしよう、うちのせい。相手のペースにはまってるじゃないか。監督、ディフェンスラインを上げましょう。この入ったぞ。みなはもっと左に寄って。キャプテン、俺森村を助けてやりたいんです。ああ、カバーを頼むよ。そうじゃなくて、俺が不用意に言ったことがあいつを、だから何とかしてやりたい。まさか。俺はあいつに伝えたいことがある。だったら今がチャンスだ。今。試合中はフィールドからは逃げられない。そうか、そうっすよね。わかりました、キャプテン。俺はお前が好きだ。お前はあったかいし顔も可愛い。俺の彼女にしてやるから元気出せ。彼女って。森村さんを気にしていたのは恋だったということか。これだから人の感情は面白い。言いたいのはそれだけだ。こんなうちを好きになってくれる人もいる。コノハ、何をやってるんだ試合中に。誰かが見ててくれるんだね。自分じゃ気づかないいいところを。そうね。おっと、ディフェンダーのナファが攻撃に上がってきた。浮かれたやつら、ここが真剣勝負のフィールドだということを思い知れ。再び森村に向かっていくぞ。森村、お前なら止められる。うち絶対にできる。できる。うちお前のディフェンスだろ。通じるものか。見える。動ける。ボールをよこせ。ダメ。それをあれ何こんなやつに止めた。森村がチームの危機を救った。何先にやられちゃったじゃない。必殺技やったねコノハちゃん。コノハこっちだ。はい進藤さん今です。神のタクトバイアイリュージョン野崎今度は稲妻ジャパンのカウンター攻撃だ。シュートはさせるか。決めろ来たか。よいしょーヘッドキラーエルボーバッター坂の同点シュートが決まった。よし追いついたわ。やったね。いい反応だったぞ。この勢いでどんどん攻めよう。どうすナイスディフェンスだ。前半も残り時間わずかになってきたがフィールドでは激しい戦いが続いている。進藤を中心に巧みなボール運びで攻める稲妻ジャパン。強烈なカウンターで一気にゴールへ迫るマハタイガー。試合は一進一退。勝敗の行方はまだまだわからない。まただけはいデスサイズビームワチャオ。またしてもマハタイガーのカウンターだ。よし予想通り。そうかよワチャオ。計算できてますよ。ここで前半終了。白熱した試合は同点のまま後半を迎えることになりました。次は決めてやるからな。草賀君の気持ちありがとう。でも彼女になるのはそのダメです。ごめんなさい。まあいいか。お前が元気になってくれたらそれでいい。うん、それだ。笑っていこうぜ。お前は男だ。コノハちゃんありがとう。びっくりしたよ。日下くんの告白もコノハちゃんのごめんなさいもうちいきなりすぎてそうだね。もっと前向きになってからちゃんと向き合ってみる。日下くんの気持ちと自分たちの勝敗が運命を左右するというのにお気楽なものだな。コテンパンに叩いてやりますよ。さあそろそろハーフタイムも終わろうとしている。稲妻ジャパン対マッハタイガー運命の準決勝いよいよ後半の開始だ。よし絶対に勝つぞ。おどうしたんですか。いやちょっと気がかりなんだ後半の戦いが。みなほ君もですか。ああ漠然とだけど森村さんのディフェンスを計算に入れれば優勢なのは僕たちのはずなんですけどね。真鍋美奈穂それもありね。そんなに全部ありね。どかどか突き進むぜいいね。強烈強烈私の時はウルトラミラクルヒーロー勝手に死んどうしようって言ってたってただ毎日は過ぎてる。ほら月曜が来る前に空開き直れ。の準決勝、この局面を打ち破るのはみなほ、真鍋、お前たちの推理力と計算力だ。次回勝利への解放、これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンGOはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。稲妻イレブンGOギャラクシー、今日の格言、誰かが見ててくれる、自分じゃ気づかないいいところを。以上。